あのね、アイスとお菓子を食べてしまったので筋トレをしてました。暑いあとは洗濯物したりとかいろいろしてました。グッズ、うちはグッズ、うちは解禁されましたね。イエイ。来れない方もたくさんいると思うんですけど、ぜひ来る方はうちはゲットしてください。なんか今日私黄色くない？なんでだろう、なんか今日黄色い気がするんだ私。あ、治った。もういっか、換金だけやめてもらって心の中でフリフリします。イエーイ、フリフリ。みかんの食べ過ぎですね。みかんの食べ過ぎ。あ、なんでファンの方って面白い。みんななんかさ、あれ似ますよね、コメント。あ、タワーが来てた、知らなかった。ゆきうさきさん早っゆきうさきさん早いよ、ありがとう。さやかちゃんもおる、すごい。みんな今日大勢いっぱいいる。ゆきうさきさん早い、投げるのね、やっぱ今日黄色い。あ、クラフトホリックが黄色いのがいるからかな、ここに。なんでだろうな、今日黄色い気がする。今日黄色いよね、なんでだろう。なんでだろう。ゆきうさきさん、ありがとうございます。ライトは黄色くないよ、いつもと変わんないんだけど。なんで？でもみんなも黄色く見えませんか？なんでだろう。お洋服かな。やだ、なんか黄色いのやだね、確かに黄色いねって。だよね。なんで？これクラフトホリックのせいかな。ちょっとうさ、白いうさぎを持ってきて。あ、治った。ほら、白いウサギないと黄色いもん。白いウサギのおかげ。ここに白いウサギを置いて、黄色ふさい。あら、なんでだろうか。白、あ、雪うさぎを持ってきたらいい感じになったタワーありがとうなんか、あ、すごい、雪うさぎさん見て、 HKT48 っていうなんか新しいアバターになってる、すごい。わお、なんかすごい新しい、見たこともないギフトが多い。ありがとうございます、投げてくださって黄色くなります。黄色いよ、助けて。なんで黄色いのかも私もわかんないんだけど、なんで黄色いんだろうか。謎だよね、なんでだろうか。まあいっか。心が
白くないからでは心が黄色いから黄色いの黄色いの黄色は良くないか。春休みの宿題しながら見ちゃってる。え、ありがとう、ありがとねん。今日チャレンジから皆さんもらえますよ。だって、お、なんかもらえるんだこれ。うわ、かわいい。みんななんかお添えで1位と2位なこみくみたい、かわいい。東京戻ってきたけどクマフェスの余韻が抜けなー、抜け欲しゅーって。うわー、クマフェス本当に楽しかったね。クマフェス楽しすぎたよ。牛先これから夜勤なので朝までお仕事なので頑張ってくる、頑張ってきてください。まあまあ、お顔がシュッと、あのねむくんでたからかな、半身浴したからかな、お風呂使ったからかな、動いてきたよ。なんかウサギも黄色く見えるの私だけ、ええー、ね、やっぱりなんかさおかしい、なんで。みくりん青春体育部見たよ、ありがとう。みくりんダンス可愛かったみくりんダンス、時代を感じる。やっぱ半身浴のせいじゃないのか、黄色いの。え、でもしたらこの子も半身浴したことになる。なんでだろう、分かんないです、なんでだろう。え、そしたら温泉入ってた俺は何色になるんだ。黒、かわいい。みんなのアバター、ウサギの傷は治った、ウサギの傷はもうとっくに治ってる。照明ね、いつもと変わんないのになんでだろう。うん4月忙しくてあんま見れない。だってよかろうもん、見れる時に。ダンス？青春ダンス？メンズちゃんのお下がり。なむるぞ。うちやんそれ。怖っ。こう。うさぎさん。うわ、めっちゃ黄色いんやけど。あ、これのせいかいな。これの、あ、服のせいかも。ほら見て、なんか服がどうかしてるんだぜ、きっとこの服のせいだな、きっと黄色い、黄色い、ほらこの服だよね絶対、この服のせいだとうちは思うんだ。なんでだろう、ピンクの服着てるのに。これあかりんさんのだよ。なんか目がチカチ
は反射してるのかも、黄色を置いてるから。なんだ、ちょっとご飯食べてきます。ダメ、いいな、ずるい。動いてたからさ、これ着てたの。よいしょ、赤いさんにもらったよ、これは。ミクリンもなんかトレーニングでもしてたんか？そう、筋トレをしていたんだよ。プランクとかいろいろやってたけど、なんかきつくてできなかった。本当はもっとやろうかなとか思ってたんだけど、きつかった。ちょっとママが勝手に私のチャーハン食べて許せん。面白い。ダメだね。ミクが作ってあげようか。プランクはきついって。きつかった。なんか本当は1分やらなきゃいけなかったの、60秒。だけど60秒もできなくて10秒くらいでパタンってなっちゃった。自分には筋肉がないみたいです。へにょへにょ。短って短い、ふにゅふにゅになっちゃった。昔 HKT はプランクしたまま1曲耐えきるって言ってたけど、あれはまだやってるのか。あれは研究生とかが昔よくやってた。今は誰もやってないですね。お家でみんなやってる人は やってるのかな。昔やってた、研究生時代。3期までがいっちゃん厳しかった気がする。なんか、ミクリン見てたらストロベリーチョコアイスが食べたくなった。なんで？あ、ストロベリーチョコアイス、これ着てるから。あ、ね、ピノのストロベリーピノみたいな、え、なんかありますよね、あれ食べてみたい。この踊りが頭から離れない。なんで？お風呂入ってきます。いってらっしゃい。甘おいちご食べたよ。いいね。ミクももう3日前食べました。3日前食べました。あ、2日前食べました。あ、3日前かな。2日前でした。ミクリン、今日の晩飯、今日の晩飯は何だったっけ。サラダチキンと生ゆで卵ゆで卵とクッキー。どないやねん。生卵ではないらしい。ゆで卵。クッキー。
クッキー、クッキーさんじゃない、クッキー、クッキーです。あとはいろいろ、モンブラン、栗いっぱい食べた。え、呪術廻戦終わっちゃうのかな。でもまあそろそろ終わるか。やだ、え、でもまあ見れてないんだけど、え、ちょっとやだな、終わってほしくない。終わってほしくないな。卵来てるんだが、かわいい、かわいい、タワーが立って、そうだよ、白、白うさぎさん、白うさぎじゃねえや。雪うさぎさんが立ててくれたの。白うさぎはこっちだった、こっち。雪うさぎよー。第1期終わってよ。第2期あるかいな。めちゃめちゃ好きなんやけど、超面白い。名前が改名され改名してしまいまして、なんでこんなに黄色いのか。なんでこんなに黄色いんだ。みかんの食べ好きじゃない。キングダムが始まるってか、キングダム見てないんだよね。3期が始まるとか見てないのよね、キングダムは。ピクリンは自転車に乗るのに苦手ではないけど、あんま乗らないから慣れてないかも。しゃーない。アルパカみたいな顔してるな自分。改めて黄色いよな今日。改めて黄色いけど大丈夫そう。一輪車得意。黄色いよね。なんでだろう。五条さん。あ、違う、これあれじゃん。鮭。動くな。これすごいんでぞ。この中にはな、隠し玉が入ってるんだ。ぶっ飛べ。あ、面白い、やだ。ぶっ飛べ。犬巻先輩、犬巻先輩かっこいいですよね。黄色。鮭。ヒーローアカデミアもあるで。見たんだもんね。日光も見た。僕のヒーローアカデミー。ヒロアカ。ミクリン領域
ミクリン領域が展開したそう。領域展開。人のアカン見た見た。今日は新しい矯正器具が届いたんです。インビザライン。ワートリガーバリおもろい。知ってる。おもろいよね。チェキよ。トゥ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 。オープニングの曲かっこいい。これ矯正のやつを追加いたしまして、今日だから歯がピシってなってる。ヒュース好き。私もヒュースが好き。かっこいい、うん、雷神丸も好きよ。可愛くて。アニメ面白いですよね。わかります、わかります。それは言わせんのよ。ワートリ見てんのか。ワートリ見てます。コナンは見てない。ショールームずっと見て。ありがとう、嬉しい。お気に入りのリップ。最近ワンピース見れてなくて、録画ね、なんかできてなくて。そう、録画できてないから見れてないんですよ。お気に入りのリップ噛んだよね今って。ペースさん噛んだと、うん、コメント面白くて好き。コメントいつ元気もらえちゃうね。うん、あ、ねえねえ、テンスラって面白いの？なんか今結構上位にいますよね。アニメ今テンスラしか見てない。テンスラって面白いの？テンスラ、そうそう、転生したらスライムだったっけみたいなやつ。面白いのか。転生面白い。そうなの？面白いよ。面白かった。面白いだって。あ、そうなんだ。え、じゃあ見よう。今日見ます。見てみるく、やってみるく。今日見てみます。お、新ネタか。いや、ノーノー、違います。めっちゃリップ塗っちゃうの、いつも。スライム、転生したらスライムだったら結構嫌じゃない？スライムなんだぜ。絶対嫌なんだが。明日は撮影です。最近さ、ありがたいことに表紙の撮影が多くて嬉しいですよね。うざめ。漏れるように頑張ると。ミクリン加入してどれくらい身長伸びた？今身長何センチ？加入して
8センチ伸びました。今151センチです。着色内リップ、そう着色内リップ、透明リップ、薬用リップ。みかん食べ過ぎた。みかんね、食べた記憶ないけどね。うん、この間ブブカさんの撮影の時になんかフルーツサンドみたい、サンドみたいな、食パン、食パン、パンの中に生クリームとフルーツが入ってるやつ、今人気なやつもが置いてあって、それでみかんを食べたけど、そこみかんそれしか食べてないけどな。今日から一人暮らしです。そうなんですか。楽しんで、楽しんでください。絶対適当今言った、ごめん。あ、そうですね、ゆっくりしてくださいなんて言えばいいか分かんないなんかね、でもなんか楽に剥けるみかんの剥き方をね、オンライン握手会でファンの人に教えてもらった。そう普段から適当だから、適当じゃない、適当じゃないよ今日スタバ行ったんだけど、みくりのおすすめはどれ、今度行く。え、ホワイトモカの蒸し棒ミルク、蒸し棒ミルクのホワイトモカが美味しいです。あとは抹茶、抹茶フラペチーノにチョコソースとチョコチップ追加して、抹茶チョコ美味しい。昨日はリンゴ食べました。フルーツ、みかん食べてません。抹茶食べれるの、抹茶も大好き、大好きです。抹茶本当に美味しくて、え、なになに、セブンの抹茶チョコ餅美味しい、え、美味しそう、食べたい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 、めちゃめちゃ美味しそうやんけ。いいな、食べる。俺毎日バナナってる。え、バナナってるそのやつさ、しょっぱくない？バナナってるやつチョコ入れてなんとか甘くて美味しいんだけど、チョコソースとかチョコチップ追加したら美味しい。バナナってるわ。俺の好きな人みんな抹茶好きだよね。確かに雄大のさ推しメン、確かに抹茶好き。え、いや女の子はみんな抹茶好きなんよ。こんばんは、抹茶もちもちです。あ、おいしそう、食べたい。またリップ塗ってる、かわいい。リップ塗ったろか、塗ったろか、リップ。プシュ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 。チョコミント、チョコミント好きよ。さくらとか友達とか初恋の女の子もなんよね。だってさくちゃん、さくちゃん抹茶好きよね。わかるよ、初恋の女の子。初恋、こんにちは。スタバ桜のやつ食べ、桜食べてないね。桜食べてない。涙袋に塗ってください、リップだって。嫌だし嫌だし。抹茶の香りっていいよね。うん、好き。初恋はバタフライ
サクサブ歌っていい？モカミクのグラビア待機、あ、いいですね。ミクモカちゃん、どうしようかな。ラッコがいい、ラッコラッコ。モカちゃんがラッコになってくれるならいいけど。ラッコがいいな、ミクは。モカちゃんもいいけどラッコがいい。モカちゃんがラッコになってくれるならば。フェニさん、ディップの CM 来るんちゃう？来るかな。もういや、ダメだ、今日ディップ食べちゃう。コツメカワウソ、あー、かわいい、大チュキ。ありがとう、好きだ。イエーイ、サク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 食べ。止まらない。リップ食べちゃう。お腹すきすぎ。ウーパーはルーパー来た。ウーパールーパー来た。何してんだかって顔になっちゃったみくりんは何時まで配信しますか？10時くらい、10時15分、10時30分とか。僕の心がおお、了解、了解です、了解です。だから自由に出入りしてください。今日何食べたの？サラダチキンとアイスとお菓子とゆで卵。あと何食べたかな。とか食べました。もぐもぐ。バランスおかしいんで、バランスおかしい。確かそれ言えてる、言えてる、言えてる。あとリップ食べた。リップリップ。今日はくそ雑草か。ミクリン初めて行く場所とか緊張する？あ、初めて行く。え、なになに、よく読めない。今日夕食後の配信、今日は筋トレ後の配信です。筋トレをしていました。筋トレと安心浴して、筋トレしていっぱい動いた。豪華なパルムっぽかったけど、どこに売ってもらった、もらった。筋トレ＆お話をごちそうさま。かわいい絵文字ケンさん。同じ筋トレメニューして、え、絶対死ぬ三成は絶対ちょっとヘニュヘニュになって死んじゃう。ミクでもきつくてできないのに。 YouTube のひなチャンネル見てやってるよ。ミクリンを初めて会う人は緊張、緊張する、緊張します、緊張するけど、私のこのキャラクターでなんとか突き通してる。うん、でも緊張する。なるべく新しい人と関
関わりたくはないくらい緊張しい嘘っぽ緊張しますね。お仕事とか大しく会う方は緊張しますよ。ファンさんは緊張しない。あ、どうだろう。でも初めてはファンの方でもちょっと緊張するけど、でもなんか慣れたらめっちゃ喋るよねなんか初めて会う人も割なんか緊張っていうか、もう普通には話せるけど、なんかもう慣れてきちゃったらもうなんかもうわーってなる。めっちゃ喋る。人見知りするタイプなんだ。喋れないわけではないけど慣れない。あんまお話慣れない、お話上手、あんま慣れないなれると話す。みくりんわかるよ。そうそうそう、私も最初は人見知りだけど慣れたらめっちゃ絡み濃ゆくなる。みくりんさん目の前にすると話せませんだって。かわいい。話しちゃうよ。人見知りに見え、人見知りはなんかするけどあんまり出ないと思う。リセットの声の振りどれくらい覚えて、もう一曲も覚えてない、歌も覚えてない危ない、やばい。だからあの時間を見つけて覚え直す。何も覚えてない。話し始めるまでがやばいのよねって。あ、話す前は緊張するみたいな。話してからも緊張しません？するときするけど。確かに何かライブとかもそうよね。ライブとかもそうなん。ステージ立つ前はめっちゃ緊張する。握手会も並んでるときがめっちゃ緊張したりしません？練習見守るぜ。練習頑張る。何？おんくん、みくりん好き、大好き、大好き食べ。どうした？大好きだべだって。俺も大好きだべ。並んでる間はドキドキですだって。ドキ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 。ドキドキします。何話そうかなみたいな。なんか結構ファンの方は何話すか考えて並んでたけど、なんか出番来たら忘れちゃったっていう人多い。追い込まれたら力を発揮するタイプなんです。そうです、追い込まれたら力を発揮するタイプなんです。最近好きが増したんで。そうなの？やった、嬉しい。それメモっても頭真っ白になるだって。かわいい。どういうこと？これ話すって決めてても忘れちゃうみたいな。キャー、忘れませんように。うちがなんか私がさ違う話するかもしれないしね。確かに。緊張したら手汗かいちゃう。わかる。手汗かくけど、どうだろう。緊張したら手汗、なんかそれを考えただけでも手汗かいちゃう。ライブも握手会も手汗かいちゃいます。手汗かいちゃう。コンプレックス。メンバーと手つな、なんかさしこちゃんと手つなぐ時もめっちゃ手汗かくの嫌で袖掴んでた。なんか手汗なくす、なんか何なんかね何クリームみたいな売ってあるらしくて、それを買おうか悩んだくらいやばいです。でも今ちょっと慣れたかも。
サシコちゃん、サシコちゃんと手つなぐとなんか昔とかよく緊張しちゃって手汗かえちゃう。サシコちゃん手つなぐの緊張しちゃうだからいつも手汗かいちゃうからって言って袖を掴んでいました。おしゃべり会で何話すか飛んでしまったら何話すか忘れちゃったって伝えますね。かわいい、伝えてください。メンバーさんとも緊張しちゃう。うん、緊張してた。先輩、後輩の時は先輩とは手つないだりするの緊張してた。お話しするのも緊張してた。今はあんまり。何話すか忘れちゃったっていうのを忘れそうなんで前日の晩ご飯の話をしますね。あ、でもそれを忘れてどない？うん、そうそう、ミクの握手会のれ並んでても出番が来たら忘れちゃう人多い。あ、お話し会ノープランでもいい。はい、もう私がから話します。マッチ棒一回握手会でミクと見つめ合って終わったことあって、見つめ合ったその瞬間に恋に落ちる。何話すか忘れちゃった時は田中せずの歌ってもらおうかないいよお疲れ様です。お疲れ様です。いつもノープランで行っていますだって。ノープランも楽しいよね。うん、何の話するのかなって感じで楽しい。だいたいノープランだけど脳受講だって。イエーイサンビを見つめるだけで落としてみせようか。いつも忘れるから油性ペンで手に書いてきたらいいじゃんってとあるキャプテンによく言われた。かわいい、確かにかわいい。びっくりした、油性ペンで手に書いたけど手汗で取れちゃったとかかと思ったらキャプテンに言われたんですね。かわいい、誰だろう。好きなピカチュウのセリフありますか？ピカピカが好きです、はい、ノープランで行った時共有でポピヨンみたいだねって言われてあっ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 白川さん、お城投げたいだなと思う。いつもありがとうございますパピオンみたい。最後の部っていろんな意味で泣きそうになる。そう、確かに寂しいよね。あ、楽しい時間も終わっちゃうってなっちゃうよね。お風呂入ってくるね。はい、今日は一段と遅いですな。なんでだろう、なんでだろう。遅いですか今日。髪まとめてるからかな。えい、髪にね、せっかくトリートメントしたのに癖がついちゃうよね。ほら、髪、癖がついちゃう。いやー、癖がついちゃうけど結んじゃおう。
髪の毛今日トリートメントしました。うん、みくちゃんって握手会の時両隣は誰なの？だってなっちゃんとめるちゃん、なっちゃんとめるちゃんです。面白いです。なんかなったから、なっちゃんのファンの方ともめるちゃんのファンの方ともわりかし仲いいんだけど、なっちゃんのファンの方は本当におとなしい人が多くて手を振ってもあんまり振り返してこないんですよね。めるちゃんのファンは手振ると話しかけてくるこのやっぱなんかこのなファンは推しにいるんだなって感じですね。はい、すごい個性があふれ返ってます。うん、なっちゃんのところ行ったらミクから手振ってくる。そう、ミク手振空いてるからさ手振っちゃう。こうやってオレがなっちゃん推しとなぜわかったマサ？マサ？俺は隠れたい。あ、言ってないよ。言ってるんかい？うん、ミクの握手会わちゃわちゃしてて楽しいです。隣のレーンに手振ってるの見るといつもいいなってなる。本当に？でもミクのファンの方も結構ミクのことを見てくれる人とちょっとチラチラってよく見ちゃう人が多いですね。結構手振っちゃいます。まっすぐだからさ見れないもんね。うん、汗汗言うだ汗汗。うん、前全く見ないでスマホで野球見ててごめんなさい。いや本当にひどいぞ。ごめんなさい。こっちこそなむるぞ。うん。うん。ははは。目があって前にドキッとしました。並んでる時かわいい。なむられるコツを教えてください。あーピケーって言ってたらもうなむるうん、マックスとイブは熊本です。うん、それは言っちゃう。ナムル、ナムルぞ。あ、わかるね。握手会の会場って寒い時も暑い時も差が激しい。わかります。わかるわかる、
好きな番組は、好きな番組は見ちゃったみたいなやつ、なんか違う、怖い系じゃなくて UFO とかそっち系のなんか番組とか好きですよ。UFO が映ったとか、なんかネッシーが映ったとか、そっち系、お化け系じゃなくてそっち系の怪奇現象系の番組あるじゃないですか、あれとか好き。あとはね、逃走中も好き。あれも好き。テテン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 テンテンテテンテテンみたいなやつ。あのね、なんか乗ってて右と左分かれてて、こっちこっちみたいな、ピューっていくやつで、なんかダメだったらなんかさ、ピョーンって落ちちゃうやつあるじゃん、あれ好き。なんて言うんだっけあれ。あとなんかこう5人ぐらいいて、なんか答えて、あ、そう、ネプチューン、ネプチューン、ネプリーグかある、あるやつ。なんかあの、こうやって落ちてきて答えてあーみたいなやつ。ネプリーグだ。ネプリーグも好きです面白いあれ。なんかがくらいかな。動物の森じゃなくって、動物の森じゃなくて志村動物園もう見てました。好きで、動物大好きだから。あ、 VS 嵐面白いですよね。うちも好き。なくなるのかなあれね、どうなるのかな。気持ち気ミクってチャリ乗れるんだなーって謎目線で体育部見て、青春体育部乗れますよ、怖がったけど。恋愛番組は好きです。恋愛番組ってあるんですか、あんま見たことないけど、テレビとかで。アベマとかでありますよね、オオカミくんとか京介とか。あんま見ないですね、昔見てたけど、まあ、見ない。でもなえなのちゃん可愛いなって思って、なえなのちゃんが出てるやつは最初らへん見てたけど、やっぱミク向いてないわやっぱ向いてない、見てないですね。なんかサバイバル系が好きです。逃走中とか、京介は面白い。そうなんだ、見てないんだよね。あとしゃべくりセブンとかもめっちゃ好きです。そもそもテレビとかはあんま見なくて、ネットフリックスしか見ないんですよ、携帯とかでも。ネットフリックスとか YouTube しか見ない。テラハ知ってる、知ってますよ、知ってるけど、テラハとかも見ないんだよね見ないなぁ。昔めちゃめちゃ好きだった番組はケブラーシカが好きでした。なんだっけ、西内まりやさんとかで、渡辺直美さんとか、ヘブラシカと、あとなんかあのね、なんだっけ、白鳥さんみたいな、ね、ありましたよね、めっちゃ前。ヘブラシカ好きでしたピカルだ、そう、ピカルピカルの定理めっちゃ好きだった。ピカルの定理が一番大好きでした。ヘブラシカって言ってテブラシカめっちゃ好き、ピカルの定理めっちゃ好きでした。あ、そうそう、白鳥ミレイ物語、そうとかめっちゃ好きで、あの番組は神ってたって、そう、いや、めっちゃ好きで、あの熊本の時によく見てましたあの頃の時代よくテレビ見てて、あと
みんなも作ったらもうどうのやと。まいんちゃん可愛くてよく見てました。一緒になんか ご飯作ったりしてた。同じやつなんか保存したりして。そうクッキーマインマインマインかピカルの定理見てました、あの頃。あと志村動物園も好きだった。あ、逃走中も好きだった。でも一番好きなのはピカルの定理。あ、はなかっぱとかゼンマイ侍とかも見てました。見てた見てた。今も見ます。あとあれ忍たま乱太郎も見ます。めちゃめちゃ好きでした。なんか忍たま乱太郎とかをよく見てて、なんかそのぐらいの時間帯が好きで、よくなんかそうそれが流れる頃にはもう家に帰らなきゃ、門限があったからお家に帰らなくちゃいけなくて、お家に帰って手洗ってそれ見てって感じだった。でそれその後にご飯を食べるっていうのが決まってましたね。おじゃる丸も見てた見てた、好き。あの頃は小学生でしたね。好きで見てました。今はねあんま見ない。え、私も世代ど真ん中なんだけど、やっぱみくちゃん着替えすぎる。あ、それな着替えすぎる、うん、ピカルの定理本当面白かった。プリキュアは白と黒の時代が好きでした。5人とかのやつもあるよね。ニクリアナウンサー、俺は20歳。私ですか。私意外とこう見えて24歳なんです。そうみんなえっ、ー、なんか若く見えるみたいなよく言われる。24歳、もう酒も飲めちゃう。何歳に見えます、私のこと。マジでそうなんですよ。実はね24歳。19歳に見える。あ、本当ですか。24歳。お肌ピチピチ。24歳。回答ありがとうございます。15歳くらいに見えました。実年齢の19歳よりも4歳若く見られてるじゃん。忍たま乱太郎、がっかりしてめそめそしてとかよく歌ってましたよ。どうしたんだいって。一緒に飲みに行く。いいね、いいですね。マックで好きなメニュー、マックで好きなメニューはオレオクッキーのオレオ増加バージョンの方のあのフルーリ何アイスともうポテトで、あとは朝マックのポテト、ハッシュドポテト大好き。マックがこの世で一番好きかもしれん。マックとスタバで生きていける。大好きです、よく食べます。マック大好き、安いし本当に大好き。マックめっちゃ食べる。マックが一番大好き。ハンバーガーもお腹空いてたら食べる。ハンバーガーはクリスピーチキン食べる。あとチーズバーガーとかも美味しい。あとベーコンとか。水分補給してよね。うん、ありがとう。
マックシェイクはバニラ美味しい、好き。あと朝マックだったらハッシュドポテトも好きだけど、パンケーキのやつあるじゃん、ちっちゃいやつ、あれも好き。あーでもね、あのね、あれも好きだよ、ナゲット、めちゃめちゃ美味しい。クク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 、そう。ミクリン追加牛乳飲んだよ、コースターゲットしてよ。スカッチありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます。待って、私もパンケーキって言おうと思ったの。そう、気が合うね、好きなんだよね、うちらやっぱ気が合うわ。わかる、なんか伝わる、コメントで。ナゲット安定、美味しいよね、ナゲットのさ、あれ何にしとる、つけるやつね、いつも食べ物の話になってごめんね。な、ミカあれバーベキューが好きで、あ、でも、バーベキューが好き。ケチャップも好き、美味しいよね、どっちも。朝マック限定の大きいパンケーキ食べたことある？もちろん食べたことある、あれ美味しいよね。でもミカちっちゃいパンケーキの方がチュキ。でもあれ、あれつけれるの美味しくない？あのさ、クリームみたいなのもついてるやつあるじゃん、あれが美味しい。絶対バーベキュー味、マジ。ミクリンモスバーガー行ったことある？あ、モスバーガーも好きだよ、わかる。シャカチキ、シャカチキってなんだ、シャカシャカフルチキシャカシャカフルチキはノッテリアとかシャカシャカして食べやるやつあるじゃん、あれは好きよ、うちシャカシャカ振るやつ。でもシャカシャカしてたらなんかポテト冷めちゃうんだよね、そこがなんかちょっと難点っていうところある。バーベキュー頼んでポテトにつけるって、あ、一緒、うちもポテトにつけて食べるけど、あのさ、オレオのさアイスのやつにもつけて食べるよ、アイス。あ、ポテトにアイスって結構合うんだよね、あのしょっぱいのに甘いのっていうのが美味しくって、よくポテトとアイスオレオ増加アイス頼んで、そのオレオのアイスにポテトつけて食べたら、本当に美味しいんだ、本当に美味しいんだよね、食べてみて。あれさ、ナゲットのさソース絶対残るんや、あれってどうしとる？もったいないけんポテトにつけて食べる、やってみるか。美味しいんだよ、本当に美味しいんだよ、よくやるんだ。ラーメン好き、ラーメン大好き、こないだ一蘭行きました、ラーメン大好きです。エレタンと一緒に一蘭食べた。ミクは麺が硬いのが好きで、細麺の硬いやつで、ニンニクあるっけ、わかんない、ニンニクも好きなのでニンニクも入れます。あとはこってりが好きです、美味しいです。ケンタッキーもめっちゃ好き、でも冷えたら嫌だけど、ケンタッキーも美味しいよね。ソース残ったらなめった方がいい、それはよくわからんな。チャーシュー麺一択で、わかる、チャーシュー本当に美味しいよね、わかるわかる。博多ラーメン美味しいんだよ。久しぶりにシンシン行きたいですけどね、シンシンって結構ニンニクっぽい感じですよね。ね、うん、お腹空いたので夕食食べておきます。みんなね、このミクの配信見たらお腹空いちゃう。それでも絶対に先にポテトがなくなる、いやそうなんよね、なくなるよね、結局はね、なくなるよ、なくなるが、なくなるが、もうそれはもう仕方なく捨てるしかない、それかなんかに誓う。シンシン毎月行く、マジでマサさん、わお、どっかで会ってるかもしれないね。新宿の一蘭今度行ってきます、おう凄い工夫されてる、なんかね、西陣大通りの一覧に月刊エンタメさんの連載させてもらってるんだが、
それでそこに行ったんだけどね、すごくいろいろ工夫されてて面白かった。マックのハンバーガー何が好き？クリスプチキン、クリスピーチキン、え、わかんない、なんかそういうやつ、なんかチキンのやつ好き。チーズバーガーも好き、何でも好きだけどね。フィッシュナンとかも好きよ。ポテトアスリートなのでなくならないようにペース調整してます。すごい。フィッシュ、フィレオフィッシュ、そうフィレオフィッシュって美味しいんでしょね、いいなと思う。キットカットのマックフルーリー食べたヌナさん、めちゃめちゃ美味しい。本当に美味しい。あれは食べないと人生損しとるよね。わかる。もう本当にあれね、キットカットのそれが出てからもうそれしか食べなくなって、本当に美味しくって、本当に美味しくって、 Uber Eats して3つくらい頼んで2つくらい冷凍庫に保管して前食べてたけど、本当に1日なくなっちゃうよね。本当に美味しい。遊びに来てよ、ヤッホー。多分本当に美味しい。 Uber しますよ。 Uber します。なんか Uber とか出前館もそうなんですけど、一回頼んだらさ届くまで注文できなくなるじゃん。だからミクは Uber と出前館の2つ持ちをしているんです。出前館で最初頼んで、その後出前館で頼めない分を Uber で頼むっていう出前館と Uber どっちも届くめっちゃ頼む、めっちゃ頼みますね。うん、食いしん坊なんです。本当にいっぱい食べちゃう、掛け持ちして、うん、たまにちょっとさ一緒に同時にさ注文しちゃうからさ、出前館いてさ出前館いてウーバーの人いてみたいな感じになっちゃう掛け持ちすれ違っちゃうよね、ウーバーと出前館。うん気まずい気まずいよね、うん、お腹パンパンになっちゃう。どんだけ食べるみたいな、うん、すごいびっくりされますね。本当にめちゃめちゃ頼むからね、一人で頼む量とは思えないくらいびっくりされる。3食全部届いた伝説の配信思い出したしかも全部あれ食べましたあはっつって、うん、太らない、太りますよ、太りますけど、太ります。でも美味しいんだもん。あ、ターボさん、ターありがとうございます。ターボさん、ターボさんありがとうございます。今日もかわいいね、だってにゃん、ありがとう。タコめっちゃ来る。好きなジブリ、ジブリ？ラン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 の歌が好きです。これ何なんだろうね、これ好きよ。あとね、あー、もののけ姫かな。トトロも好き。言ってうるさ立ったっつって、ナウシカ、あーラララララララ。そう、あんまジブリ見ないんですが、トトロはいいですね。マクロクロシケ取ったっていうやつも好き。あとはねあと、うん、ポーニャポーニャポーニャも好き。
んにゃん、サースケ、好きーってやつ。と、黒の宅急便、黒猫ヤマトな。魔女の宅急便も好き。うん。黒の宅急便も好きって言ったらさ、黒猫ヤマトやんけーってやった。宇宙戦艦ヤマト。めいちゃん似てるだった。本当に？撮った！真っ黒クロスケ！あんま声出せないんですけど。好き。ジブリの絵が好きで、あの朝ごはんとかめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。もう本当に目玉焼きとか。ジブリを見るとあまり外食をしたくなくなるというか家で作りたくなっちゃいますよね。目玉焼きでも美味しく感じちゃうもんね。なんかね、そう、さらに美味しく感じちゃうよね。わかる。あとそう、ジブリ見ると秒で寝れるよね。でも秒で寝るとね、うなされちゃうから、うちいつも親が豚になってしまうあれなんだっけな、千と千尋かなんかで。そうそう、ラピュタのパンめちゃめちゃ美味しそうですよね。わかります。全部飯の話に行くやんだってそうしてつもりはないんだよ。そうしてつもりはないけど、確かにそうですね。エヴァンゲリオン、ネットフリックスで見ましたか？見てないです。あ、見たかな。見てないですね。でもジブリの世界行ってみたいな。なんか東京にありますよね、ジブリの世界みたいな。あとあれ、天気のなんとかみたいな、ありますよね、東京。行きたい。エルタンが行ってて行きたくなりました。マジで飯の話しながらスーパー行ったら買う予定ないものまでカゴに入れてたんだけど、だって面白い。いいな、いいな、おごっておごっていいな。三鷹にあるよ。三鷹、三鷹、三鷹。あ、そう、見たことある。なんかそのキーツさんのその文字、電気の子、違う、天気の子パシリやん。パシリ、パシってはないけど、買って買っておごっておごってって、俺にもおごってって言われとるよ。何買ってこいと。ね、ヨーグルトを買ってきて、あのタンパク質って書いてあるあのヨーグルトあるかな。そう、ブルーベリーヨーグルト買ってきてあと抹茶のなんか餅みたいなやつ買ってきて。パンパカツ、パパカツじゃない、買ってきて買ってきて買ってきて、私にもおごってだってあ、リュウちゃんの分も買ってきて、ちょっと買ってきて買ってきて。あとガンバレットさんっていう人の分もちょっと買ってきてください。ちょっとみんな、あと水っちも俺の分もよろしくだって、買ってきてくださいうん、明日コストコ行くけど何かいる？だって。え、明日？え、コストコ？映えたい、映えたい。え、コストコさ、入るのカード必要なんでしょう？カード作りたい。カード買ってきて。コストコ入れるけん、みたいなやつも買ってきて。あ、マフィン買ってきて。だって、マフィンミクも欲しいから、マフィン買ってきて。いいですね。うん。マフィンいいですね。あ、てか、ぎっくり腰なのに買いに行って大丈夫なんですか？もちもちは。ぎっくり腰ですよね、そういえば。だからミクの配信見るの辛いって言ってた。笑っちゃうから。田中ミクさん、タンパク質って書いてるヨーグルトないです。てかぎっくり腰大丈夫なんですかぎっくり腰、ぎっくり腰、うん、あなたにカード持たせらんないよ、だってうん、ぎっくり腰の方大丈夫なのか。
5日間、なんて、どっちでそ、外、あ、もう外歩けるみたいでよかったです。やったやった。みんなに買ってきてって言われるんだけど、買ってきて買ってきて、財布になりますよ、だって財布に。じゃあマック買ってきて、マック感じ感じやめない。なんか今日肌の調子、そうパックしたもん、毒蛇のパック。毒蛇、そうなんかね、ドンキーに売ってあったなんか毒蛇のパックみたいなやつがあってね、毒蛇のパック したらねなんかいい感じ、起床前とかにやるとなんかいいんだって。起床はしないんだけどね。毒蛇、そう毒蛇って書いて、ドンキの子、ドンキの子、毒蜘蛛だって。ドンキ好きやな、安いのが好き、お得なの大好き、期間限定も大好き。ドンキでよく化粧品とか買いますか？買います。なんかキルカバーかキッカのアイシャドウとか買いますよ。ダメだ、今日リップめっちゃ噛んじゃう。ヨーグルトコーナーでスマホ片手にさまよってるのはやばないか。怖い。怖いよ、怖い、面白くて怖い。ドンキの歌でドン、ドンキホーテー、ドン、ミク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 ミック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 、あ、アロエヨーグルト、あ、うちもアロエヨーグルトよろしく、うちも。でも飲むヨーグルトの方がいいから飲むヨーグルト買ってきて。お願いお願い。タンパク質ブルーベリーヨーグルト検索と可愛い。なんかコンビニにあるじゃんね、なんかね、あれがめちゃくちゃ美味しいねんな。あれも好きよ、ヨーグルト。ヨーグルトはあれが、あのあれの種類が好きです。ブルガリアも好きなんですけど、ギリシャヨーグルト、ギリシャヨーグルトが本当に美味しくて大好き。ハチミツギリシャヨーグルト美味しい。あとブルーベリーも美味しい。下の方に埋まっとるやつね、美味しいんでちゅう。アロエの飲むヨーグルトはセブンだよ、だって。ギリシャヨーグルト美味しい。オイコスっていう高タンパク質ヨーグルト、美味しい、そこそこ高いけど、え、それかな、なんか美味しいのあるんですよ。 R1 好き、うちも R1 美味しいよね、わかります。しょー、昨日のマウンテンバイク見たよ。マウンテンバイクめっちゃ怖かった。でもさ、マウンテンバイクしますって言われるから、てっきりさ、ミクのやりたい、乗りたいさ、バイクかなって思ったけどさ、チャリかいって思った。チャリンコかいって。めっちゃ怖かったです。あー、R1 で、出ません。バイクの免許取るよってありません。まだないです。バイクだけに。何痩せようとしとるの。え、ドイツに売ってある
メーベンピックのヨーグルト美味しい。マジいいな、ミクも食べたい。今からドイツ行ってきてください。じゃあ食べたい、ドイツ行ってきて食べたいよ。ドイツ、ドイツ、俺も食べたいだって。じゃあガンバレットさんの、ガンバレットさん、さっきがガンバレットさんの話に先が来ない買ってきてください。ごめんなさい、ドイツのヨーグルトはイオンにはありませんので。え、違うの、ドイツまで行くのドイツまで行ってくるんだよ。一緒行くか、ドイツ、ドイツまで2週間帰ってこれ。ドイツ行こう、往復24時間だぞ12時間12時間、やば。ドイツ行きたい、ドイツ、ドイツ。あの青と白の国はどこ行こうと思っててメモったんだよね。ヨーロッパ、ドイツかな、それ、それこそドイツなのかな。なんかね、綺麗だったんですよ。海があって青と白の国、建物がいっぱい、青と白で固まってる建物、なんか水色っぽい、なんか綺麗だったんですね。フランスかな、フランス、イタリア、スウェーデンかな、ギリシャ、ギリシャかな、なんかね、そういう町があったの、町があって、どこだろう、建物か国旗じゃないのか、え、国旗じゃない、国旗じゃないです、国旗じゃないです、国旗じゃないです、ギリシャかな、ギリシャだ、だってギリシャ多分違う、国旗じゃなくって、なんかそういう町があったんですよね、青と白の。なんか結局俺はどのヨーグルトを買えばもちもちは自分のあの買いたいヨーグルトでかわいそう。でもミクはあのギリシャヨーグルトがいいな。うん、モンサンメッシュル見に行きたい。もう何それ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 、うん、ギリシャのサントリーニ島、あ、かなかなかな、めっちゃ行きたいと思って保存してたんです、ずっと写真を。素敵、フランスパンになりたい、私もフランスパンになりたい絶対適当な会話、フランスパン美味しいですよね、フランスパンいいな。なんかさ、チャリにさフランスパン入れてさ、なんかパン運びたい、チリンチリーンって言って、うん、モンサンメッシュル行きたい。だって道のり大丈夫そう。発想がおしゃれでしょ、私意識高い系なの、かっこいいでしょかっこいい、一緒ついていきます、デューさん、かっこいい、かっこいい人生で一回はヨーロッパ行きたいよね。世界一周したい、もう一回一国一国行きたいな、誰か一国一国行こう、行きたいな、一国一国回りたいな。高タンパク見つけた、ギリシャヨーグルト、だってやったー、サイ&コーやね、買ってきて、買ってきて、感想伝えて。ミクちゃんはアンコールワットに連れてきて、何それ、アンコール、アンコール、その前に日本一周したい、なんか全国、全国、全国行かせていただいたのめちゃめちゃすごくないですかね、全国楽しかった。Google Earthで旅をしようって。おー、アンコール、アンコールワットじゃない。アンコールワット？え、アルコール、え、違う、アンコールワットか。うん、アンコールワット。うんね。うん。ミクニンを海外で放置して。
遠目で見てみたい。それは結構やばいけど、みくちゃんならなんとかなんとかできちゃうよね。みくちゃん知らない間にどっか遠目で見れる隙もなくどっかうろうろしちゃいそう。みくりんとディズニー巡りたい。みくりん映えの写真撮ります。いいね、ディズニー。ディズニー写真映えなら C かな。ディズニーシーですよね。うん、熊かな。これ熊じゃないと思うよ。なんかね、影だと思うけど、うん、熊なのかな。そしたら熊結構やばいですよね。嫌だな。上海も行ったよね。ね、上海すごいですよね。みくちゃんに海外でお使いに行かせたいみたいな。出川さんみたいな英語出てきそう。どういうこと。やばいよやばいよ。やばいかな。でもコピー機結構やばかったもんね。日本でも結構やばいからさ、海外だとさらにやばそう。逆に通じちゃうかな。なんかコピー機を初めてコピー機使ったんですけどね、やばか、悲惨なことになってしまったんですよ。うん、日本のコンビニでこれだからな。うん、できるかな。リアルガチとか言うの面白い。無理。ねえ待って待って、無理無理。リアルガチ、リアルガチ面白すぎる。本当に面白い。リアルガチ本当に無理。あ、面白いな面白い。映え写真なら私にお任せを。意外とうまく撮れるんようだ。撮ってほしい。いいな。今いい携帯アプリなくてさ、写真の。サンリオなら何好き。マイメロキキララ。うん、リアルゴールドミクはリアルガチよりもリアルゴールドの方が先にできそう面白い。レッドブル一眼レフでいいですね。一眼レフ機械音痴なのね。トイメ、そう、本当に機械音痴なんですよ。なんかもう本当に機械音痴には悩まされすぎて、なんか LINE をなんかアップデートかなんかしたいかったのかわかんないんですけど、なんかいろいろやっちゃったら LINE のトーク履歴全部消えちゃって、はい、LINE の友達は消えなくてよかったんですけど、トーク履歴が全部消えてしまったから、なんか LINE 来てたの誰か分かんなくなっちゃったっていうのがあって、その頃にちょうど社長さん に何千円分かのなんかね、もらったんですよ。なんか何かでなんかそのコンビニとかなんかスタバとかみたいなやつあるじゃないですか。あれをいつか使わなきゃなとか思って撮ってたのにLINE のトーク履歴全部消えちゃったからせっかく送ってくださってたやつなくなっちゃったの。本当にそれがすごいショックでマジでめちゃくちゃショックで、本当に申し訳なかった。悲しいっていう。私あとそう、コンビニのなんかコピー機あるんですけど、コンビニのコピー機でなんか携帯をそのまま置いたらコピーできると思って、携帯そのまま置いてね、紙でビーンって出てきたらね、なんか携帯がコピーされてたのなんか自分はてっきり、なんかその時エレタンと一緒にいたんやけどね、エレタンがね、なんかサイピョンとかはこれ携帯をなんか入れていろいろやってたみたいなこと言ってて、じゃあこのコピーしたいやつを携帯の画面で出して、したら携帯の画面から勝手にコピーねしてくれるかなと思って、なんかコンビニのコピーの中に携帯入れて、携帯の画像そのままやって、こうやってねやってたので、したらピーって出てきたさ、やつがさそのまま挟んである携帯がコピーされてて結構やばいねみたいになっちゃってね。本当にね、店員さん
と一緒になんかそうアプリ入れないとダメだったらしくて、アプリ入れて店員さんにいろいろ教わってやったんですけど、その店員さんにもその携帯がコピーされたさやつを店員さんに見せたらさ、すごい店員さんがさ、笑っちゃダメだからさ、店員さんだからさ、店員さん何とも言えない顔しててみたいな感じ顔しててさ、本当にね店員さんにいろいろ教わりながらやってて、もう本当に、ね、日本人なんかな自分はって思いながらね、そうやってもらって本当にもうねごめん店員なら絶対笑うってそう本当にもうなんかすごいやばい、ね、本当に機械音痴なんですよ、本当にやばくて悩まされます、機械音痴すぎて一瞬回って天才ですかね、うん、どうも本当に本当に推しとして恥ずかしいからやめてだって本当に、あでもそんなミクが好きだって結構やばめなファンの方言ってます、店員さんの優しさに敬礼優しい、機械音痴なんです本当に、やばいぐらい機械音痴なんですよ、本当に機械音痴で、はい本当になんか無理ですね、いろいろ、はい僕の推しですって紹介しづらい紹介しづらいことはない、いけるいけちゃういけちゃうよ、うん、田中美久さん宛にギリシャヨーグルトをリップしときました、嬉しい、ありがとう、最高、それ見てご飯食べよう、よくショールームはできるな、だって、あそうショールームもだからあのマネージャーさんとメンバーに教えてもらいながらショールーム配信してたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたよ本当に、ショールームさん、はい、インスタライブも本当にインスタライブでも本当に機械音痴すぎて、なんか質問返しとかめちゃくちゃ迷ったし、インスタライブ始めた頃も勝手に始まってたりして、そうあのね機械音痴です本当に、だから SNS に全然なれない、はい全然なれないですそうだから今これ配信できてるのすごい奇跡、機械音痴だからね、なれっていいすごいなと思いますパスワードとか忘れてない聞きますか、なパスワードをさ変えようと思ってさ、パスワード変えたら絶対忘れるからメモしといたんです携帯に、でもパスワードをさ忘れちゃった時にさ携帯開けないからさ、携帯のメモにパスワード新しいの書いてるのにさ、もう携帯開けないからさパスワードわかんないじゃんやばいやばいってなって、何回かやり直して、なんか何回かさやったらさ使えなくなっちゃうじゃないですかだからそれね結構何回かやって、で2日目でやっと携帯開けたことある本当にいろんなパスワードをやって、そう本当にもう結構あります、それもありますよ、そうそう本当にやばいんです、やらかしますよね、わかります、はいもう指紋にしなさい、だってでもなんかそう指紋にしようと思ったんですけど、指紋にしたらなんかお風呂上がったら指紋認証できないらしくて、これ本当かわかんないんだけど、指紋がなくなっちゃうから指紋認証通らないから、お風呂上がって指紋認証できないって聞いてやめました、嘘やろって、なんかって言ってたんだよね、どっかから聞いた、うん、そうどっかから聞いちゃった、携帯触るのだから怖いんです、これあるあるかわかんないんですけど、
携帯電話の新規登録みたいなやつあるじゃないですか。なんかお店とかに電話したりしてさ、なんかいろんな人の電話番号とかやってさ、このお店はこの電話番号はここのお店ってさ登録するときにさ、なんかポチってさ、そのお店のさ電話番号のところポチって押したら、なんか編集みたいな感じが出てきて、そこで名前登録できるかなって思ってポチって押したら、そのまま電話の方に繋がっちゃったの。用もないのに電話いっぱいしちゃってさ、それで結構困ったこともある。ありません？なんかありませんか？なんか結構あるんです、本当に。うん、 iPhone ある。普通の電話がかかりますって。え、そう、よくやるって。やりますよね、ほら、やる人いるんですよ、ほらわかりますって。本当ですか？はい、ありまちえんだって。普通は電話かかるでしょ。え、なんかさ、ありません？なんか、そう、でもある人もいたから嬉しい。なんかある人もいるんですよ。うん一つ言わせてないです。え、そう、でもある人もいたからよかった。あるんですよ、携帯使いにくい。ごめん、言っていい？ありません。嘘。うーん、ねえ、いや、いろいろ携帯だから、携帯新しく買えるのがまずそもそも怖いですね。携帯もう本当に機械音痴。みくちゃん、一日限定でバイトできるなら何のバイトしたい？え、絶対にスーパーの店員やりたい。みく、あれやりたいんだ、ピッピッってやるやつ。でもなんかお会計間違えちゃいそうで怖いなって思う。でもいけるか、ピッピッってやって、勝手に機械がやってくれるか。ピッピッってやりたくて、ピッピッって。コンビニでもいいんですけど、コンビニとかスーパーの店員さんやりたいです。レジ打ち、そう、レジ打ちしたいの。それかケーキ屋さん、もういい香りするじゃん。あ、待って、でもね、うわー、迷う。クレープ屋さんもいいなって思って。クレープ作るのめちゃめちゃ面白そうじゃない？家でできないからさ、クレープ屋さんかレジ打ちやりたいです。やりたい。ちょっとだけね、もういつかやりたいですね。いつかバイトやりたいです。そのレジ打ちとスーパーでバイトしようかな、いつか。いつかスーパーでバイトしたいです。スーパーでバイトしてクレープ屋さんになりたい。はい。学生時代レジ打ちのバイトしてました。え、いいな、ピッピって面白そう、めっちゃやりたい。ピッピー、うん、みくちゃんのレジ無限ループしたいわあ、また会いましたねってなっちゃう俺、ごめん、俺が店長なら絶対雇わないな。なんで？人がいっぱい来るかもしれない。検査みたいな感じでループしてくれるかも。そう、クレープとか焼きたくて。でも機械音痴ですよね。え、でもピッてやることだけはできちゃうよ。わかんないけど、多分。え、どうだろう、わかんない。でもなんかコンビニとかでもバイトしてみたいなって思ったけど、やばい、ガス代払ってなかった、明日払わなきゃ。そうなんかコンビニとかでなんかほら、なんかさ、ガス代とかのやつもコンビニとかで払えちゃうじゃん。だけどみく、それ来た時さ、なんか難しそうでさ、コンビニで働けないなって思ったの。バイトできないなって思ったの。だからスーパーがいいですね。スーパーがいいです。ガス代止まって、なんで今思い出そう、なんかお母さんにガス代払わないと止まるよそろそろって言われて、そうだよねと思ったけど、昨日も今日も一歩も外出てなくて、今度にしようって思って忘れちゃう。急に生活感やめて、ガス代払わなきゃ。ガス代止まっちゃうからさ、一回本当に
お風呂で お水しか出なかった時があったんです。お風呂お水しか出なくて、うちのお風呂を電気も入れなきゃいけなくて、電気切れで、電池入れなきゃで、電池切れで、お水、水風呂味わったことあります。水が止まっちゃって、お湯が止まっちゃって、はい、すごい寒いですよね。超死んじゃうかと思いました、冬に、うん、水風呂最悪だよね。最悪。あなた電気の子なんだから大丈夫じゃない？だって。しかもさ、お友達の家に泊まりに行った時さ、なんかさお風呂に入ってからさ、水しか出ないってことよくありません？なんかうちはよくあるんですよ。そうだから、わざわざびしょ濡れになった状態でさ、一回上がってさ、ちょっと待って、水しか出ないんだけどっていうの何回もあるんだけど。ないよ、だって。あるあるある。そしたらさ、そのメンバーがさ、ごめん待って、ま、なんかその電池押すの忘れてたとか言ってさ、ありません、うちは結構電池押すの忘れられるんだメンバーに。だから最初あるあるだって、ありますよね。そう、ずーっと待ってるのよね、シャワーをさ、ずーっとお湯にしてってさ、ずーっとシャワー待ってるのにさ、ずーっと水しか出ないからさ、本当にずーっと待ってるの。でもこれさすがにあれだなと思って止めてさ、そう言うとさ、そうそう、ボタン押してなかったって言われることよくありますよ、うち。ありますあります。うん、そう、押し忘れ。それわざと、いやー、わざとなの？もうメンバーと仲良くできないんだけど。ありますね。なら納得。あれあれ、ありますあります。床がびしょびしょになる。そうか。寒いし。ホテルで5分お湯が出なかったことある。ホテルね、いろいろありますよね、本当にね。わかりますよ、ミクもいろんなね、やっぱ東京行くこといいんでね、いろんなホテルに泊まったことある、いろいろありますね、はい、うん、なになに、シャワー長く入りすぎて、思った以上に髪が干しすぎて、何すぎて、お風呂から出て床がびちょびちょになることない？いや、お風呂から出たら大抵床びちょびちょになるから、床にさ、あれ引かない？タオル。大抵びしょびしょになっちゃう。うん、髪抜けすぎて、髪、あ、うん。お風呂で大体抜けちゃうかな。引くって、引くよね、うん。引きますよね。よくありますあります。うん。あと、最近お風呂上がって、その水を吸い取ってくれるマットみたいなやつ売ってあるじゃないですか。その存在をついこの間最近知ったんですよ。だからそのマットの上に乗ったらダメだって思って、そのマットの下にタオル引いてこうやってやってたのね。したらさ、メンバーからさ、それさ、水をさ吸い取ってくれるマットだから、そのまま上に立って大丈夫だよって言って、すごいな、悲しい気持ちになりました。そう、それってね、それいいですよね、ね、わかる。でもなんかもう、なんか本当に乾くかな、大丈夫かなっていう気持ちになっちゃいません？なっちゃうんですよ。珪藻土って言うんですか？そう、ありますよね、最近売ってありますよね、うん、
風呂に入ったら一気に眠気覚めんだって。わかる、眠気覚める、目がパッチリになりますよね。朝風呂とかめっちゃいいですよ。軽装いいですよね。多分高いのかな。夢たちの軽装度いいですよね。うん、軽装度、うん、海藻の名前みたい。売ってあるから。うん、ミクさんも心配性、ミク心配性です、本当に心配性です、すごい心配性です。なんか本当に心配性すぎて夢にまで出てくるもん、本当に襲われる、心配性すぎて。ミクリンは新しい言葉覚えた、軽装度。軽装度覚えた。朝風呂派、夜風呂派、どっちも1日2回入ります。2回入る時ある、朝も夜も。イエス。うん、多くて4回入る時ありますよ。朝1回、お昼1回、夕方1回、夜1回、4回入ることある。お風呂好き、多すぎやろって。お風呂好き。ミクリンはレベルが上がった、プルルルン。 B 型なんで心配性、え、そう、心配性めちゃくちゃ、なんでだろう、血液型も関係ないと思いますけれどもね、心配性です。シャワー派、浸かる派、浸かりたい派。でも体力奪われませんか、だからシャワーだけの日もあるけど。ミクリンって名前がまずいいよね。だってミクリン、ミクリン。田中美久はレベルが上がった、39なの、まだ。プールは、プールも好き、プール好き。でも最近怖がりだなって思います。なんかプールの上からピョーンって飛び降りるのあるじゃないですか。結構あれめっちゃやりたくって、なんか痛いって言うけど超やりたかったんですけど、なんか最近になってなんかやりたいかって聞かれたらそうでもなくて、怖いなって思う気持ちの方が強くなった。だからなんかジェットコースターはまだ未だに好きやけど、自分から何かしなきゃいけない、バンジージャンプとかもう自分から行かなきゃいけないじゃん。バンジージャンプとか飛び込みのやつとか、あれめっちゃ昔はねやりたいなとかさ好きだったけどさ、やったことないんですけど、その飛び込みのプールのやつ。でも今はもうできないくらい怖い。バンジーもやりたくない、怖いもん。そう、昔はね好きだったけど今も怖くてできないです。でもジェットコースターは超好き。うん、そうね、バンジーは無理だ、バンジー怖い、バンジーもできなくなりました。ミクリン高所恐怖症、そう、もともと高所恐怖症なんです、うち。え、みたいな思い、思うじゃないですか。そう、もともと怖くて高いところが苦手です、あんま好きじゃない。夜景とかは好きなんですよね。でもなんかその怖いです、安全じゃない怖いところ、怖いですね。あれとか無理です。だからあの橋とかあるじゃないですか、橋渡るのとかあんま好きじゃない。橋のこうやってなんかこうなんかあるじゃん、あんま好きじゃない。お化け屋敷も、お化け屋敷も無理。そう、吊り橋とか苦手、怖くて。3分おきに寝てるな、寝ちゃう、うん、VR のバンジーの時手つないでたらできるかもしれない。一人だと本当に怖くなっちゃうけど、
ご飯から戻ってきた。おかえり。俺が守ってるよボス。いやん。キンキン。唇が異常なまでに構えてしまうアイドルの配信はこちらです。だっておもろい。てててんてんてててんてんててん。もう唇がリップになればいいのに。ゾンビ映画の見すぎだって。ゾンビ映画昨日ね、ジョジョのね新しいやつ見たんだよね。岸辺露伴の。岸辺露伴は動かないみたいななんかねやつがあって、ジョジョなんか違うやつ見てた。めっちゃグロくて怖かった。3話くらいグロかったな。ジュジュジョジョな。トゥ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 。おお、岸辺露伴そう。岸辺露伴うちのご飯じゃないよ。岸辺露伴。ててててててて。て南部とかじゃないんだよね。なんか違うやつ。すっかり徐々にハマったね。え、面白い。ハマりましたね。歌ってるのはコナンな、それな。てて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 。みくりんと今度喋り会で会うとき緊張しちゃう。緊張しないで。ラン。すごい。コナン知らんのにコナン歌っとるアイドルはこちらですだって。男の人の好きな仕草とかある？だって。考える。好きな仕草、ちょっと例えばっていう例を聞かせて。女の子、ここのここにいる限りない女の子の例えばっていう例を聞かせて。女の子は結構いっぱいあるんだよね。萌え想定してるの子かわいいとか、なんかしてるときかわいいとかあるけど、男の人ってなんかあるのかな。ちょっとなんかレイレイ今考える。ちょ待てよ。なんかないかな。なんかある？あ、ネクタイを外す瞬間。いやこうやってね、シュッシュッ。確かにここね、ネクタイを外す瞬間ね。確かにここシュッシュッって感じね。確かに。おー、腕まくり。あんまり何も感じない。確かに女の子だけどたくさんあるけど男の子。確かに女の子だとたくさんあるけど男の人難しいですよね。夏場とかに T シャツの袖をあたりを掴んでパタパタしてる姿と、どういうこと。夏場とかにニヤニヤしちゃいますね。 T シャツの袖あたりを掴んで、 T シャツのここ、袖あたりを掴んでパシャパシャしてる。なんとも思いません。インラインとかショールームでのコメントだとたくさん思い送れるけど直だと恥ずかしくなる。あ、お腹の方じゃない、こういうこと。首元、あ、首元の袖ってこと。あ、ここをパシャパシャ。うちね、ごめんけどそれね、男の人にはキュンってしないけど女の子にはキュンってしちゃうんだよね。なっちゃう。女の子はわかるよ。こうやったり、なんかこうやってお腹をこうやってやるのは、女の子だとキュンってきて可愛いってなるけど、男の人ならん。女の子だとね、結構なるのは多いんですよね。キュンって。可愛いの多いんだよ。男の人。腰に手を当ててレッドブルを一気飲みする姿。あー、それは、弟子にしてあげたいなって気持ちになりますね。
あります。逆に本当にあんまね。髪の毛にゴミついてるって言って触られると男女問わずにドキッとする。ならんな。腰に手を当てて温泉上がりに牛乳を一気飲みしました。あー、レッドブルじゃないとダメだわ。牛乳いいですよね。ミクも牛乳好き。ミクはね、ならないんだよね多分。仕草がわかんない、多分そう、あんま見てないからかもしれないんだけど、なりません。でもなんか仕事頑張ってる姿はキュンキュンするかも。お仕事とかね、お仕事とか違うお仕事の方もなんですけど、キュンってきますね。うん、キュンってきますよ。ループしてる姿にキュンときますもん。私の今の私を支えてくれてるのはあなたしかいないんだと思ってキュンってしちゃいます。違うお仕事の方でもキュンとくるし、普通に頑張ってる人を見るとキュンってくるかもしれない。うん、なんか必死に頑張ってる姿、なんか集中してる姿、うん、キュンってくるかも。うん、かな。ループとかなんか並んでくれてたりとか、まとめ出しとかキュンってきますね。はい、何枚まとめ出しましたっていう枚数が多いとキュンってきますね。うん、こんなにポチポチしてくれたんだってなりますよ。うん、コンサートとかね、うちは持ってるとキュンってします。キュンキュンすること多いですね。頑張ってる姿キュンとするかも。なんか仕草ですよね。待って、でも仕草はねないんだよ。仕草、ないですわね。ないですわね。仕草ね、ないわ。ないね。仕草でキュンとしたことないかもしれん。女の子はね、可愛いとかあるけど、男の人って難しいんじゃないですか、多分その仕草っていうものが。マジでないな。仕草。頭ポンポン。やだ。キュンってしないと思う。されたことはないが。前髪崩れるの気にしそう。ないなぁ。ミクちゃんの好きな仕草、過去ループやめてくれ。なんか違う、なんかで、ね、仕草ではないじゃん。でも仕草、男の子にされてみたいこととか、ご飯を食べさせてくれる待って、ちゃんと考える。男の子に言ってほしいところ。へー、握手介護やんだって介護になっちゃったねえ介護やめて。どうしよう。どうしようかな。ちょっと介護じゃない、ちゃんと考える。男の子にさ、握手はいいですよね。握手はキュンときますよ。ミクちゃん、でも恥ずかしくて握手とかできない。握手とか恥ずかしくてできない。もうずっと握手会やってないから、もう握手が恥ずかしくなってきちゃった。この子にされたいこと、牛したいですね。牛がいいです。牛、女の子も牛が好きだし、男の子もやっぱ牛が好きなのではないかなという発想。よくメンバーに抱きつくんですけれども、やっぱ安心するじゃないですか。いや、牛かな。あ、牛じゃないですよハグですねハグですね。
ですかね。よくメンバーとかにくっついちゃうからハグですね。はい、どう、仕草ではないけどね。うん、仕草ではないですけどね。あと握手会でキュンキュンすることは見つめ合うことよくやりますね。なんか目をそらす人多いんですよ。ちゃんと目を見てもらいたいので、こうやって目を見てもらうことキュンキュンしますけど、目を見てもらいたいですね。キュンキュンしたするし恥ずかしいんですけど目を見てもらいたいですね。うん、遠くからじゃ意味ない、近くないと意味ないんですよ。はい、目が合うと石にされる。それハンコックやんけ。メロメロメロじゃん。あ、石にしちゃう、石にしちゃう。うん、目を合わされたとか無理ゲー。なんで男の人がさ照れ笑いしてるのなんか可愛くない。わかる、ミクも超わかる。なんかさ恥ずかしがってるのめちゃめちゃわかりやすい。ファンの人多いんです。めちゃくちゃ可愛いですよね。わかる、よしよしってやりたくなりますよね。わかるわかる、めっちゃわかる。うん、わかります。照れてる人見たら可愛いですよね。かわいいよ、みんな。わかるわかる。はははだって、やすけ。やすけとかもよく恥ずかしがる。そう、恥ずかしがる人多いの。かわいいですね。かわいいです。シャイな人多いの。かわいいです。ふん。春日さんの、かっこへってやつ。ってごめん、鼻で笑ってしまった。ふんって。うん、ふふって笑って口元に手を持っていくのとか可愛い。あ、これね、アニメやんけ。もうアニメやん、これ。アニメでありますよね、うん、非現実的。うん、じゃあファンの人は女の子のキュンってするところありますか。ミクは、ミクリおじさんはですね、そうだな、やっぱ萌え袖はいいね。あとなんか大きいマフラーをこうやって顔が隠れるくらいまでこうやって持っていってる女の子とかにキュンキュンしちゃうね。うん、どうですか、転んだ時の照れ。あー、わかる、ポニーテールほどくとか。あー、わかる、いいね。みんな確かにね、萌え袖は最強ですよね。いいですよね、可愛いですよね。困った時の上目づけ、あん、わかる、可愛いよね。おー、僕が払ってあげるよってなっちゃうよね。ご飯とかね、わかんないけどね、なんか可愛いってなりますよね。確かに。え、アヒル口ですか、それはあんまわからんわ。ってなやつ、わからんわからん。俺は編みたいやつかな。あー、やだな。でもなんかあ、すごい好きだけど、普段からちょっと生えてたらちょっと嫌だな。なんか俺にだけ見せてくれんってなりません？これ大喜利。俺じゃない、大喜利じゃない。レッドブルを飲む女、あん、あたちかな。女の子のキュンとするところなんて無限にあるけど、やっぱ最強は髪まとめてるところ。あー、わかるわかるわかる。みくちゃんに毎回キュンキュンしてるから好きな人は全部キュンキュンしちゃう。このコメント何回も見たことあるよ、素晴らしい。うん、眠くなってる女子かな。あー、うん、まあまあ共感、まあまあ、うん、怪我した時に本気で心配してくれるところかな。それは普通に人として好き。うん、
髪かき上げてる、あ、やっぱ髪とかいいですよね。わかる、こうやってやるやつね。わかる、好きよ、うちも。わかる、上目遣いかな、いいですよね。上目遣いね、確かに。眠くなっている子犬も漏れない、あー、わかる、ミクも眠くなっているワンちゃんは本当に可愛いよね。鼻カプってしたくなりません？可愛いですよね。スマホでコピーしてる子誰かな、なんかいる、なんかいるかな。パジャマが T シャツなこと、あー、夏っぽいね、確かにね。フードかぶってる田中みくちゃん、ありがとう。なんかみんな全部みくりんに持っていってるあたりなんか好き。単純に名前呼ばれるとてる雄大、うん、ボディータッチが軽くパンチしてくるところか誰かな誰かな誰かな。自転車を全力で漕いでる人キュンってしないけどな。あ、でもなんか髪が多かったですね。髪をこうやってやる感じのね、確かにいいですよね。確かに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 。プク顔最強。あー、でもさ、普通にさやっててプク顔することなくないですか？なんか食べ物をいっぱい放り込んじゃって飲みきれなくなってる女の子とか可愛くない？なんか後輩とか結構なんか口に頬張ってる可愛い、そういうことは可愛いです。それそういうの可愛いですよね。うん、わかりますわ。共感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 いたしました。あとみくりんおじさん的に、なんかこうメンバー同士でやっぱイチャイチャしてるところはなんか混ぜてほしいなと思うくらい可愛いですよね。わかりますわかります、うん、おでこにアイライナーでバカって書いちゃう子、え、うちバカって書いたことはない。うちのこと、うち肉とは書いたことあるけど、バカは書いたか、アホは書いたか、うん、うとうとしてる子はよくわからん。散歩機にリップを塗ってるか、私かな。あー、なんかまあ髪系が多かったですね。髪の毛系誰も共感してくれんかったね。なんかマフラーでこうやってやってる子が可愛いって、共感してよ。こうマフラーでさ、こうなんか大きいマフラーでこうやってさ、なんかマフラー女子可愛くないか、可愛くない？うち結構好きなんやけど、誰も共感してくれんかったけど、好き、え、どう？マフラー、大きいマフラーして顔がちょっと埋もれちゃうよみたいな、いや共感よって、だよね、よかったよかった、え、わかるよ、だって、あ、丸な、マフラーはあざとい、うん、いやマフラーいいんですよ、雪なんですよ。はーい、あとに、はい、なんだろう、黒い靴下の膝上で収まるの好き。わかる？わかる人いる？はい、います？好きなんですよね。その、黒い靴下で太も、ちょっと、膝のちょっと上にまでにあって、スカートがあって、ここのちょっと半分だけ見えるこの肌感。どう？わかる？あー、わかる。あ、わかる。わかりますって、一緒ですね、私たち、あれいいですよね。先輩一緒に帰ろうっていう後輩、あー、なんかね、もうそれだけあまりキュンキュンしなくなっちゃったんよね。先輩一緒に帰ろうみたいなこと言って、一人で帰れって言った後にする顔が好き。あ、チョコ受け取ってくださいとか言われて、え、やだって言った後のその子の顔が好き。わかる人いますか？わかんないかな。可愛いってなる。あー、ごめんねーってなる。
可愛いです。残念がる女子、なんかそう、なんかその残念がる女子なんだろう、なんかさあ、なんかさ、そのさ、先輩一緒に帰ろうとか言われたりさ、チョコ受け取ってくださいとか言われてさ、なんかそれはもう言おうと思って言ってるじゃん。なんかそのさ、なんて言うんだろう、なんか違う、ド S とかじゃなくてさ、言おうと思って言ってる言葉にあんまキュンとしないんよ。その後に自分が返した言葉に対して見せてくれる顔がもう本当の顔というかじゃないですか。それキュンとしますね。なんかそのだってさ、先輩一緒に帰ろうっていうのもセリフって分かっちゃってるから多分キュンとしないんだと思います。だってセリフだもん。その後に自分が嫌だとか言った後に見せてくれる顔の方が良くないって思うんだ。注文が多い確かに。え、そうですよね。うん、え、先輩今日一緒に帰りません？いいじゃないですか。だって先輩ともう少しいたいんですもん。あ、確かにキュンとしますね。確かにキュンとくるけど、うん、確かにね、そこまで言われたら確かにキュンときますね。確かにいいですね。そう、そのリアクションってことか。そう、それにキュンとします。もうだって分かってるもん。そんななんかセリフ言うってこと分かってるもん。うん。嫌だと言わずに即答で帰らせていただきますっていう。あ、好き。面白い好き。うん。確かに。即答しちゃうよね。お願いします。ってなりますよね。わかります。なっちゃんとかに言われたらもう本当に、え、いいんですかって言わせてしまって逆に申し訳ないですってなっちゃう。本当にそんな言葉をもう私から発さないでなっちゃんに言わせてしまったことに罪悪感を抱くな、きっと。自分ならなんていうことをなっちゃんに言わせてしまったんだってなりますね。確かにだなって。うん、なんていう言葉を言わせてしまったんだっていうこの罪悪感に変わる後に、うん、言わせてしまったっていう、本当自分から言わなきゃいけなかったのにっていう、うん、罪悪感に変わってしまいますわ。うん、言わせてしまったなっちゃんにってなっちゃいますね。俺ごときに申し訳ないって、え、なっちゃうね。なっちゃんに言われたらなっちゃうね。私ごときに何言わせてるんだってなっちゃいます。うん、妄想です全部。はい妄想です、すいません、妄想でした。3年前の熊本、あ、すいません、妄想でした、ただの。はい、以上です。世界に行ってるやんって。もう帰ってきました、みんなで一緒に。リュウちゃん、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 うん、なっちゃんみたいになりたい。いや、なりたくないです。なんでかっていうと、なっちゃんになってしまったらなっちゃんを見れなくなっちゃうから。自分はなっちゃんとかそういうメンバーを見て可愛いとか思いたいの。でもなっちゃんになるとさ、多分ないんだよね、それが。多分あそこまで可愛いと多分ないじゃん。だから私はなっちゃんを見れなくなっちゃうから、なっちゃんになれたくない。なっちゃんを見てたい私は。おー、深い、深いです。深い、好きだからね。うん、七瀬丸さんを応援することと見ることが好きだから、なりたいとか思わないですね。全部本人に言いたい。なっちゃん難しくなっちゃうね。うん、こんなになっちゃんを語るの見くくらいよ。だってなっちゃんはね、いいとこいっぱいあるのよ。うん、メンバー大好き。おじさんのレベルに追いつかねば。追いついてるけどね。うん、それは激しく同意すぎる。だって一緒一緒。
みくちゃんアイドルしてなかったら部活してた、それともバイトしてた？部活はしてたと思います。部活したくてバスケやりたかったけど身長がって言われるの分かってるんですけど、バスケやりたかったです。バスケぐらいかな。あとあれ、花をね、なんか切ったりする、なんかね、瓶に花を入れて花切るやつ、あれなんて言うんだっけ、あとお茶をこうやるやつも好きでしたよ。生かかな、生か茶道もやりたかった。茶道やりたかった。なんかいろいろやりたかった。生いけばなうん、やりたかったですね、いけばな。はい。No。 もういい。お腹痛い。やだ。みくちゃんがバスケは想像つかん。バスケやりたかった。生か。おままごとかな。生かとちょうどおままごとかな。あ、もう無理、死んじゃう。やだ。読んじゃったじゃん。サードはですよね。はい、すいません。まあなんかそれはもう欅に、あー面白い。あなたは悟空ですか、だって。あー面白い。本当にしたかったのか。やってみたかったですよ。でもバスケとかに入りたかったですね。あとあれ、バイトはメーカー、バイトはスーパーのレジ打ちか、クレープ屋さんか、パティシエ屋さん。パティシエやりたかったです。パティシエ、ケーキ作り大好きで、よくねお父さんと一緒にねケーキとか作ってましたよ。よくなんかお菓子作ってました、よくクッキーとか。なんでか、ですかね。でも、はい、生かで絶対生茶から引っ張ってきたでしょ。ね、死ぬ、もうやだ、やめて、死んじゃう、面白くて。レジ打ちとかやりたかったですよ。パティシエ屋さんやりたかった。あ、それかペットショップ。犬アレルギーなんですけどね。犬、この間分かったんですけど猫もアレルギーでした。犬も猫もアレルギーなんですけど、ペットショップ屋さん行きたいですね。あ、カワウソショップとかでも働きたいですね。カワウソショップ、カワウソに毎回会えるから。バイトしたいですよ。バイトしたい。犬も猫もアレルギーですけどね、バイトしたいです。パティシエ屋さん、パティシエ屋は言い方か、トラファルガーなんよ。パティシエ屋さん、カワウソのショップとかあるの。カワウソカフェありますよ。天神の大名のところにカワウソカフェありますよ。それかメイド喫茶、いらっしゃいませご主人様っつって、はい、お飲み物何になさいますかつって。ティーですね。わかりました。ハーブティーをいたします。はい。ティーができましたらですね、ベルの方も鳴らしていただければ、私たちすぐにやってきますので、ティーが焼けてきたなと思ったら、ぜひベルを鳴らしてください。つって。他なんかご飯物とか何になさいますかつって。オムライスですか？わかりました。オムライスなんて書けばいいですかね？つって。はい、萌え萌え基本でいいですね。わかりました。つって、お待ちください。つって。すいません。お兄様。つって。オムライスできました。つって。萌え萌えキュンって。あ、じゃあ食べる前に一緒に萌え萌えキュンって言いましょう。はい、せーの。はい。萌え萌えキュンつって、働きたいですね。メイド喫茶、メイドカフェ働いてみたいですね。
ところどころ噛んでますけど、やったことないからね、許していただいて、うん、すぐ働けるわ、やりたいですね。すいません、え、いいんですか、500円でチェキが1枚取れるんですけど。え、チェキ取ってくださるんですか、ありがとうございます。え、ポーズ何になさいますか。え、嬉しいです、ありがとうございます。すいません、でもあの500円でチキが取れるんですけれども、あの今ちょうどあのソーシャルディスタンスで一緒にはチキ取れないんですよ。なのでお客様だけのチキになるんですけど、よろしいですか。すいません、でももうあのもうチェックしちゃったのでチキ持ってきちゃったんですけど。ヒントソロチェキになりますけれどもいいですかね。ちょ待てよ、怖い、あ、お客様怖いです、お客様怖いです、そんな怖いです、出来になっちゃいますよ、怖いですつって。どうですか、うん。せめてミクリンオンリーにしてくれ。すいません、あ、オンリーでですか、あ、オンリーの方もいいんですけれども、こちら2500円になります。最悪、うん、メイド喫茶も働いてみたいなと思いますよね、はい。うわうわ、うん、はい、働いてみたいです、働いてみたい、うん、腹黒みくりんやんだって、ノーノーノー、働いてみたいです。でもメイドキス行ったことあるんですよ、うち結構ハマってチェキとか取ったことあります、メイドちゃんと、うん、なんとなくわかりますよ。その時ねエレタンと一緒にね行ったんですけど、なんかちょうどエレタンのファンの方がいたみたいで、そうで、エレタンのファンの方いて、そのファンの方は、エレタンのファンの方は全然エレタンに気づいてなくて、エレタンだけが気づいてる状態でずっとエレタンね、こう後ろの席の方にエレタンのファンの方いたけど、エレタンもねずっとねこうやってね、こうやってずっとこうやって確認してましたよ、こうやって。でもねずっと見てたけど、エレタンのファンの方全然気づかなくて、最後の最後でエレタンにね気づいて、そうそう焦ってました。すごい面白かったです、私は横から見てて、はい。結構なんか HKT のファンの方とかなんか通ってるんだなと思って、しばき太郎かと思いました。しばき太郎かと思いましたね。あれ、誠一さん、誠一さんひどい、誠一さん、誠一さん、あ、しばき太郎かと思いますよね、本当にね、しばき太郎かと思いますよ、本当に誠一さん、しばきたいですね、今度しばきに行かなきゃいけないですね、誠一さんを、うん、うん、しばき上げなきゃね、いけないですね。ミクのファンの方は言ってないと思ってたんですけどね、まさか自首してくるとは。芝居太郎か、しばき太郎かはやばい。芝居太郎かですね、ちょっとあんまこういう言葉使わないのですいませんね、しばき太郎か。芝居太郎か、うん、しばかれ裏山だって。いえ、僕は友達に無理やり連れてかれて、でエレタンだろ、エレタンのファンだろ絶対、うん、しばき太郎か、本当にしばくぞ、しばにしたろか、しばにしたろか、もう無理やだ、ニューさん面白い、もうやだ、本当に無理、本当にやだ、本当にやだ、面白くてもうやだ、しばき垂れちゃう。もうお腹痛い、もうどつきますって、どつきます、しばき垂れちゃう。
もうやだ。柴木太郎か、うん、柴木太郎かね、うん、柴木太郎かね、本当にね、本当にね。ところで公演が当たりました。え、嘘、いつ、え、私出ないけど。うわ、やってんな。いつの公演ですか。やってんな。なんで申し込んでんだよな。やってんな。グリーン、やってんな。本当に芝木太郎か。芝にするぞ、本当に。芝くぞ、本当に。でも絶対牛の立ち見席だね。絶対後ろの立ち見席、絶対後ろの立ち見席。芝じゃないよ、芝じゃないよ、うん、ミクニンが出るのは次の27日のリセットですね。はい、イエス。それまで出ないんで、それまで公演行きますとか書いてたらもう本当に芝くぞ。芝にすっぞ、芝に、うん、グリーンだけに芝にすっぞ、うん、リトッチャじゃないよ、しばくぞ本当に、うん、うまいこと言うやん、言うやんじゃないよ。乃木坂さんの好きな歌なんで、命は美しい、好き。夏だからやっちゃおう、夏のフリー&イージー、うん、好き。あ、制服のマネキン、好き。帰り道はなんとか、あ、うーん、なんまほぼ何でも好き。27日会社休んだので当選したい。あ、当選しますように、お願いします。この前最善だったんよ、集会って。もうしばくぞ本当に。しばき上げなきゃいけないみたいですね。でも型がついた髪に、あ、気づいたら片思いも好き。アイズワンの好きな、アイズワンはあのね、ミンジュのね、なんかここのなんかいい好きなところがあったんですよ、ほんと震えが立つところが、なんだ好きですね。そうそう、時間がやってきたみたいなので、ランキング読みます。13位から読みます。ケンさん、ナオッチョさん、ランランさん、マッチさん、ポッチョさん、ポッチョさん、セイチさん、コウちゃん、コウちゃんかな、ジジンゴ、ユーチェル、ベジータさん、竹内さん、白うさぎさん、ターボーさん、ありがとうございます。9やな、だって9です。またね、アイドルでいてくれてありがとうね。卒業するんか。元気で、元気で、皆さんも元気で、明日は撮影頑張ります。早起き早起き、今日は早めに寝よう。バイバイ。